名古屋飛ばし、名古屋飛ばしとは、日本の本州での三大都市圏で行われている、イベントの開催や鉄道列車の停車、有名チェーン店の進出が、愛知県、名古屋市及びその周辺地域、中京圏でやれないことを示す俗語を指す。1980年代半ばの歌手のマドンナや、マイケル・ジャクソンの来日時など、それまで、 大きなイベントやコンサートで名古屋公演が実施されなかったことがたびたびあったが、1992年、平成4年に東海道新幹線のぞみ301号の名古屋駅通過が名古屋戸ばしとして大きくクローズアップされた。名古屋飛ばしが大きな話題となったは、1992年、平成4年3月14日に東海旅客鉄道 JR 東海が 東海道新幹線で運転を開始した、のぞみの1日に往復のうち、下りの1番列車、のぞみ301号で、新横浜駅に停車して、名古屋駅と京都駅を通過するダイヤが組まれることが、1991年、平成3年11月に報じられたことである。ただし、京都駅の場合は、かつて、東海道新幹線の建設計画時点で、 京都駅自体を経由しない案に対する一文弱、鉄道と政治京都駅を参照と比較すると将来的に全ての望みが通過することへ不安は覗かせたものの京都観光への影響がほとんどない早朝の一本のみということで実際には京都府及び京都市周辺の官民双方から反発の声や抗議の動きはほとんど見られなかった新横浜駅を 停車駅とした理由は、同駅周辺の乗客が、早朝帯に、東京駅方面へ出るのが難しかったためである。のぞみ301号は、東京都区内、横浜市周辺のビジネス、出張利用客が早朝に出発して、大阪市内近辺のオフィスへの出社時刻に、間に合うように設定された。しかし、当時は、夜間の保線工事の後、地盤を固めるために、 早朝の数本の列車については原則運転をしなければならない事情を抱えていた上、新大阪駅から大阪都心部までは距離がある。そのため、のぞみ301号を新横浜、名古屋、京都の各駅に停車させると、登場当時ののぞみの売り文句であった、東京から新大阪間2時間半運転が不可能となり、朝の会議に間に合わなくなる恐れがあるため、 国区の策として名古屋、京都両駅を通過させることで対応しようとしたのである。新大阪期8時30分であれば9時の会議に間に合うとアピールできが名古屋期7時40分では逆に早すぎてビジネスマンへの PR 材料にはあまりならない。また当時の望みは東京から新大阪間のみの運転であり名古屋駅から山陽新幹線。 西日本旅客鉄道沿線、岡山、広島、博多方面へ向かう利用者にとっても、スピードアップのメリットは、あまりなかった。したがって、のぞみ301号が、名古屋駅を通過しても、当時の状況では利用者にさほど不便を強いるものでは、なかった。逆に、同時に設定された他の、のぞみは、当時の最速、光と同じく、名古屋、京都領域に停車して、 新横浜駅は通過であった。ダイヤ検討の会議で営業本部の提案した、この名古屋、京都領域通過案と、早朝に名古屋発で西に向かう、光がある。利用客に実害はないと、合理性を強調する意見に対し、JR 東海社長、当時の須田博氏は、地元の反発はあるかもしれないが、丁寧に説明すれば分かってもらえると了承した。 同年の夏場にはダイヤが固まった。JR 東海は名古屋駅と京都駅を利用する顧客には前後の列車を使用してもらうことで極力不便を与えないような配慮を講じることにしていた。ところが津田が地元に根回しを始める前に1991年平成3年11月2日、この方針が、前期の事情を無視して通過するという話だけが明らかになると、 愛知県、特に名古屋市を筆頭に、終わり地方の政財界から激しい反発が続出し、中日新聞など、地元メディアも名古屋飛ばしとして批判的な報道を行い、1ヶ月の間に国会議員や地方議員、知事、市長、財界団体や主要企業のトップら100人近くが JR 東海に足を運んだ。議員たちは超党派で議員連盟、議連を作り、 ダイヤ変更を求める動きを見せる。須田は、ダイヤは聖地に編成してあり、修正は効かない。議連ができたら困るとは焦りを隠さなかった。中日新聞のコラム、中日春秋や大学教授などのコラム、社説、読者投稿欄などでも反応があった。当時愛知県知事だった鈴木麗児は、JR 東海の方針に対し、通過して結構だとは言えんわなと。 やんわり指摘した。また、中部経済連合会の幹部は、本社のあるところ、中村区に止まらないのはどういうことかと発言した。さらに、運輸時間経験者で、旧愛知県第一区の衆議院議員、今枝幸男に対しても、菅は今枝が上京する際の名古屋駅ホームで、今枝を捕まえて、実害はないんです、と訴えた。また、 当時名古屋市出身の海部都市首相が退陣したことや中部通商産業局、現経済産業局長が名古屋県の低落傾向が目立つことを報告しており、鈴木知事は名古屋県の地盤沈下を懸念するともに、地元選出の国会議員たちは将来のリニア中央新幹線での名古屋駅通過にも至ることを危惧した。さらに名古屋飛ばしとは直接関係のない。 名古屋学講座の応募者数の増加、騒音問題を通じての望みの問題し、政治家インタビューでも話題となった。早朝の一本だけという JR 東海側の説明がこうをそうして、次第に地元側にも理解が広がり、当初反発していた地元選出の国会議員たちも、一本だけならと条件付きで容認する議員が大勢となった。 地元駅通貨が京都市ではほとんど問題視されなかったのとは対照的に名古屋市で大きく問題視された背景について2012年平成24年に朝日新聞名古屋本社版有刊の連載記事のぞみ20年担当した朝日新聞社記者の神田大輔は JR 東海が地元に事前の根回しをしていなかったことと名古屋飛ばしをスクープしたのが 読売新聞だったため、中京圏で圧倒的なシェアを誇る中日新聞を JR 東海批判に走らせて地元世論に影響したのではないかと分析している。後の中日新聞のインタビューに対して、旧三重県第1区の衆議院議員だった北川正康は議員集会で民間会社に議員が口を挟むべきではないと主張したと明かしている。北川はかつて 日本国有鉄道の改革委員会に所属し、政治家の利益誘導によるローカル線建設、イコール画電引き金が国鉄の利益を圧迫し、国鉄分割民営化の原因となった経緯に詳しく、その上で民営化後も同じではダメだと思ったと振り返っている。懸念した議員連盟の結成には至らず、今枝ら強硬派も将来のリニア中央新幹線で、 名古屋飛ばしがないように、今回のダイヤトリニアの停車駅は関係ないとの覚書を JR 東海に出させ、歩行を収める。こうして、騒動の主たる、中部地方の政財界と JR 東海の対立は1ヶ月で収束した。須田は一連の騒動について、後の中日新聞のインタビューに対し、名古屋飛ばしの批判は新幹線を大事にしてくれている、裏返し。 民間会社として地元がいかに大事かを痛感したと振り返っている。こうして1992年、平成4年3月14日に、のぞみ301号が運転を開始した。同列車が名古屋駅を通過する瞬間は、地元メディアを中心に大きく報じられた。なお名古屋、京都両駅はいずれも全列車停車を前提とした駅構造や配線となっているため、 時速 70km の速度制限が行われ、新幹線列車としては非常に低速での通過となっていた。翌1993年、平成5年3月18日の望のみ企画ダイヤ組み込みに合わせたダイヤ改正では、この列車に続行する新横浜駅通過、名古屋、京都両駅停車の望のみ1号が設定された。1997年に、 同省安定作業車の導入により、路盤安定の技術の進歩によって、補選工事の翌日の速度制限の必要性がなくなったことから、新横浜、名古屋、京都の各駅に停車しながら、東京から新大阪間を2時間半で結ぶことが可能となったため、同年11月29日に、のぞみ301号は、後続ののぞみ1号に統合される形で廃止された。以後、 名古屋駅と京都駅を通過する新幹線列車は存在していない。2012年1月9日に名古屋テレビメテレが放送したあなたが選ぶ東海地方の心に残るニュース50選の社会政治経済では名古屋飛ばしが13位に選ばれた。一般的には首都圏や京阪新地域で展開される一方で名古屋では展開されない事例を指すことが多い。 1987年、昭和62年のマドンナとマイケル・ジャクソンの初、法日時のコンサートで、福岡公園や横浜公園がありながら、名古屋公園がなかったことが、名古屋飛ばしとして話題になった。また、各種イベントで、稼働率の高かった愛知厚生年金会館や、愛知県勤労会館が、代替施設なしで閉鎖された問題にあたっては、 名古屋市や地元財界の態度は冷淡であり、これに伴ってコンサートの名古屋公演を取りやめ、従来からの利用者が活動場所を名古屋市外への施設へ移すなどの動きが実際に見られると名古屋市側は述べている。東海ラジオで放送されていた現一市カズテルモルゲンでテーマにされた際にもインタビューで断られた事例が多数あったと番組スタッフは語っている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。